皆さんこんにちは。2021年4月に開催された競泳日本選手権で背泳ぎ 100m で8連覇、 200m は14度目の優勝という偉業を果たした入江陵介選手。 100m、200m ともに派遣標準記録も上回り、北島康介さんや松田丈志さんと並ぶ4大会連続のオリンピック代表に選出されました。そんな背泳ぎの第一人者として国内では敵なしの入江陵介選手ですが、水泳をやめたいと思うような挫折が幾度もあったといいます。当時31歳の大ベテランはどんなメンタルや考え方で挫折を乗り越えてきたのでしょうか。4大会連続でオリンピック代表に選ばれるなど順風満帆な競技人生に見えますが、実は水泳をやめたいと思ったこともあったそうです。むしろ競技人生うまくいかない日々の方が多かったとも述べています。16歳で日本代表入りし、2012年のロンドンオリンピックでは背泳ぎ 200m と 4×100m メドレーリレーで銀メダル、背泳ぎ 100m で銅メダルを獲得し、その後も国内外の試合でトップを走り続けてこられました。2021年当時のインタビュー記事を振り返ってみたいと思います。ロンドンオリンピックでメダルを取った瞬間のことはやはり忘れられなくて、あの経験があったからこそ31歳になっても現役を続けることができ、東京オリンピックでまた表彰台に立ちたいという気持ちになります。続けようと思う原動力になっているんです。でもあんな素晴らしいことは競技人生の中でもほんの一握りで、うまくいかない日々の方が多いんですと切々と語る入江陵介選手は、相当努力を積んできたのだろうと思わされます。ロンドンオリンピック以降、メディアや周囲からの注目度が上がり、自然に次は金メダルだと目標が定まりました。自分の意思や調整をある意味無視した形となりました。しかしロンドンオリンピック後は燃え尽き症候群のようにやる気を失い、虚無感に襲われてしまいました。案の定翌年のバルセロナでの世界選手権では背泳ぎ 100m、200m ともに4位でメダルに届かず、涙を飲みました。当時大学生だった萩野公介選手や瀬戸大選手などの若手が結果を出し、リーダーとしてチームを引っ張っていきたい自分が結果を出すことができないというジレンマに陥ってしまったのです。日本チームでの自分の立ち位置が分からず、存在価値すらないのではと思い、競技から離れようかと引退を口にしたこともありました。今思えばロンドンオリンピック後、もう少しゆっくりすればよかったのかなと振り返っています。オリンピックが終わって次に向かってすぐに練習を始めたので、自分自身を見つめる時間を作れば違う結果になっていたと考えているそうです。2016年のリオデジャネイロオリンピックを控えた前年もフォームが崩れてなかなか修正できず、結果が出ない状態が苦しかったと著書に書かれています。あの時の不振もネガティブな感情を引き起こしたそうです。後から陸上トレーニングを増やしてフォームのバランスを崩したことが原因だったとわかるのですが、当時は原因もわからなかったといいます。オリンピックが翌年に迫り、金メダルを期待される中、現実とのギャップが辛く不安でいっぱいだったようです。さらに焦りからかコーチとの関係も悪くなり、練習にも身が入らなくなったのです。それでも自分なりに厳しい練習を積んでリオデジャネイロオリンピックに挑みましたが、蓋を開けてみると 100m 7位、200m 8位というメダルには全く届かない結果でした。アスリートとして脂が乗った26歳で挑んだリオオリンピックは自分の中でも大きな区切りだと思っていたので、惜しくもない惨敗をし、もう金メダルを取りたいなんて簡単には言えないと思ってしまったのだそうです。レース後のインタビューでも話しましたが、自分は賞味期限が切れた人間なのかなと思うぐらい打ちひしがれ、水泳をやめたい気持ちは強くなったといいます。ロンドンオリンピックで金メダルを取った時と同じぐらい、この時の気持ちを今も忘れることはできないと言います。自分が目指す結果が出せない、スランプから抜け出せないといった八方塞がりになった時はどうしたのでしょうか。そんな時先輩たちの言葉や存在に何度も救われたそうです。例えば平泳ぎの世界王者だった北島康介さんや、ロンドンオリンピックのキャプテンだった松田丈志さんはチームをすごく大切にする選手で、調子が良くない時には声をかけてくれたそうです。個人種目が不甲斐ない成績でもすぐにメドレーリレーを泳がなければいけません。そんな時も先輩たちの声掛けに助けられ、前を向くきっかけをもらって何とか泳ぎ切ることができたそうです。
ロンドンオリンピック後の燃え尽き症候群だった時も、お二人に相談し、1年間ゆっくり休む気持ちでやればいいとアドバイスをもらったことを覚えているそうです。2013年のバルセロナの世界選手権でメダルが取れず、ツイッターで自分が弱いのが辛いとつぶやいた時も、北島康介さんから、弱いから辛いんじゃなくて、強いから辛いんだという返信をもらったそうです。大きなプレッシャーと戦ってきた北島康介さんの言葉に、涙が止まらず、救われた気持ちになったといいます。努力してもうまくいかない時は、先輩や様々な経験を積んだ人の話を聞くと、悩みが和らぐのだということを学んだそうです。かつて、世界一美しいフォームと言われ世界中を魅了してきた入江陵介選手。入江陵介さんは1990年1月24日生まれ、大阪府の出身です。入江陵介さんはなんと0歳の時からベビースイミングを始めたそうです。そして小学校2年生の時にお兄さんが通っていたスイミングスクール、糸満スイミングスクール多摩出向に通い始めたようです。本格的に背泳ぎに転向したのは中学に入ってからで、その頃からフォームが整っていたようです。高校に入ってからは高校総体優勝を果たしたり、日本選手権で高校生としての日本記録を樹立したりしました。アジア大会でも金メダルを獲得しました。その後2008年に北京オリンピックで5位入賞、2009年には東アジア大会金メダルを獲得しました。そして2012年のロンドンオリンピックでは銀メダルを獲得するなど大いに活躍されています。今までオリンピックや世界大会、アジア大会などでたくさんのメダルを獲得してきた入江陵介選手、現在ご結婚はされているのでしょうか。調べてみますと、今のところ結婚している事実はありませんでした。ですがちょっと前にすごい勢いで入江陵介選手の結婚の噂が広まっていきました。真相は、勘違いして結婚したと信じてしまった人がたくさんいたようです。しかし年齢的にいい年頃の入江陵介選手、彼女くらいはいるのではないかと調べてみました。すると気になる情報がありました。入江陵介選手が交際しているのは外国人選手ではないかということです。これが本当であればすごいですし、どんな人なのかますます気になります。ですがこれ以上の情報はなく、外国人選手と交際しているかどうかの真偽も分かりませんでした。入江陵介選手であれば海外でも活躍は注目されているでしょうし、国際的な出会いもあるはずです。一方で入江陵介選手のお姉疑惑について見ていきたいと思います。お顔も整っていますし、水泳の実力もある入江陵介選手、筋肉質でシックスパックも美しいです。ですがどことなく中性的なオーラも持ち合わせていて、独特の雰囲気もあります。そんな入江陵介選手は日頃からよくお姉言葉を使っていたり、仕草が女性っぽいと言われているようです。そんなこともあり、関係者の中ではそういったキャラクターが定着していたそうです。しかしこれも入江陵介選手がお姉であることを証明しているわけではありませんし、雰囲気や仕草だけで決めつけてしまうのは少しオーバーかなとも感じます。さて話は変わり、これまで獲得メダル一つ一つに入江陵介選手の年収になっていることをある人が暴露しました。ただそうは言いつつも年収はそこまで高くありません。入江陵介の年収が低すぎと言われる理由は3つあります。結論から言うと、入江陵介選手は年収が低すぎるわけではありません。入江陵介選手の年収は通常300から400万アルファと言われています。年収の収入源1つ目は糸満東進を挙げています。入江陵介選手の年収の収入源として糸満東進からの収入があります。入江陵介選手の所属は糸満東進スイミングスクールで、社員でもあります。社員になり会社の宣伝をする代わりに選手活動をある程度サポートしてもらう関係だと思います。会社員としての年収はだいたい300から400万と言われており、おそらく入江陵介選手も変わらないでしょう。入江陵介選手は会社員ではありますが、水泳選手としての立場を優先してもらえていると思われ、練習時間の確保はできているのでしょう。年収の収入源2つ目は賞金額です。入江陵介選手の年収の収入源として賞金額があります。賞金額とは水泳大会で入賞したらもらえる賞金のことです。水泳競技の各レースでは1位になると約15万円、条件を満たせばさらに賞金額が出るシステムとなっており、ある程度成績を出せればそれなりの賞金額が入ってくるのです。
入江陵介選手は2014年で約100万円、2015年で約900万円近く稼いでいます。糸満投信の年収と合わせると2014年の年収は400から500万、2015年の年収は1200、1300万になります。その年の自分の水泳成績によって入江陵介選手の年収は大きく変わることになります。年収の収入源3つ目はスポンサーです。入江陵介選手の年収の収入源としてスポンサーの存在もあります。結論から言うと、入江陵介選手がスポンサーからどれほどの収入を得ているのか不明です。知名度も高いのでスポンサーからは少なくとも500万以上の契約金はありそうです。エンタメ関係の事業とも契約しているので、自身の知名度を上げるためにテレビ、イベント出演も積極的にしていきそうですね。いかがだったでしょうか。今回は入江陵介選手のメンタルの保ち方の秘訣などを見てきました。オリンピックや世界大会に出場する選手は相当な重圧の中でメンタルを保ちながら競技に参加していることが分かりました。どのように保つのかは人それぞれだということが分かりました。入江陵介選手の場合は先輩からの金言が効果的なようです。こんな過酷な競技生活を送っていつつも将来の夢はアナウンサーかスポーツキャスターになることだそうで、意外だと思いませんか。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価をお願いします。